お願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。ご着席願います。大会に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。秋も一段と深まり、遠くの 山々も澄み切った青空に映える季節となりましたが、本日ここに平成29年第1回辰野市議会理事会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に堪えないところでございます。さて、先般執行されました辰野市長選挙におきまして、見事当選されました13日付で就任されました山本実市長には、功績からではございますが、改めて議会を代表しましてお祝いを申し上げます。山本市長におかれましては、前栗原市長が取り組まれました辰野市政をなお一層進展させますようご活躍をご期待申し上げる次第でございます。さて、今期臨時会はすでにお手元に配布しております通り、市長より付与されました同意案件並びに議会の選挙が予定されております。これらはいずれも重要な案件でありますので、議員各におかれましてはそれぞれの議案等に対し慎重なるご審議ご判断をにより、適切妥当なるご決定を賜りますとともに、議事運営につきましても格別のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶といたします。はい、市長。開会に先立ちまして、時言ご挨拶申し上げます。日増しに寒気が加わる季節を迎えた本日、平成29年第5回辰野市議会、臨時議会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席を賜り、ここに開会が せられる運びとなりましたことに対しまして、厚くお礼申し上げます。先ほど辰田議長からご丁重なるお祝いのお言葉を賜りましたことに、改めまして衷心よりお礼申し上げるとともに、議員の皆様から賜りましたご厚情に重ねてお礼申し上げる次第でございます。加えて議員の皆様におかれましては、辰野市への進展と市民の幸せづくりのために一夜ご尽力をされていることに対しましても、心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。さて、この度実施されました辰野市長選挙の結果、今後4年間の辰野市政出向の任に当たらせていただくことになりました。その使命の重大さを痛感いたしてしますとともに、改めて身の引き締まる思いでございます。市長合併から12年が過ぎ、新たな局面を迎える本市におきましては、多くの市民の皆様の生の声をお聞きする中から、希望が持てる辰野市、夢が叶えられる辰野市、みんなで創造する辰野市が求められていると実感しております。そのために現場主義に徹しながら、市民と行政が共に考え共に行動し、第二次辰野市総合計画での本市の将来像、みんなで作る快適実感都市辰野の実現に向けて力の限り取り組む覚悟でございますので、何卒議員各位におかれましては格別のご理解ご協力そしてご支援を賜りますよう心からお祈りお願い申し上げます。さて、今期臨時会でご審議をお願いいたします案件は人事案件5件でございます。いずれも重要な案件でございますので、何卒ご慎重なご審議をいただきまして、満場一致のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお、副市長および教育長の選任につきましては、その職にふさわしい人物にお願いすべく人選に鋭意努めているところでございます。この間
市政執行に支障が起こらないよう万全を期するつもりでございますので、何とぞご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、開会のご挨拶をさせていただきます。ただいまより平成29年第5回辰野市議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。この際報告をいたします。はじめに監査委員より地方自治法第199条第7項の規定により実施した財政援助団体等に対する監査の結果報告1件並びに同法第235条の2第1項の規定により実施した霊月水筒検査の結果報告2件が提出されております。そのお通知を配布いたしておりますのでご静覧願います。次に本年9月に開かれました平成29年第4回定例会以降における議長会等の諸会議についてでありますが、11月9日に東京都におきまして全国市議会議長会第160回産業経済委員会が開催され、平成30年の産業経済施策に関する政府並びに国会に対する要望書案について協議を行いました。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職指名について事務局長へ報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は20名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職指名についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。これより日程に入ります。まず日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第82条の規定により議長において19番名村義弘議員、20番今川明議員を指名いたします。両議員よろしくお願いいたします。次は日程第二、会期の決定を議題とします。お分かりいたします。今期臨時会の会期は本日11月15日の1日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。いなしと見てます。よって会期は本日11月15日の1日間と決しました。次は日程第3、同意7号辰野市教育委員会委員任命の同意を求めることについてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。市長。ただいま議題となりました同意第7号辰野市教育委員会委員任命の同意を求めることにつきまして、提案の理由およびその内容をご説明申し上げます。本件は本市教育委員会委員4人のうち井本浩一委員の任期が来たる11月17日をもって満了いたしますので、その後任に引き続き同市を教育委員会委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。ご交渉のとおり教育委員会は学校その他の教育機関の管理に関することをはじめ、学術文化スポーツなど広範多岐にわたる事務を管理執行するものであり、その委員の任期は4年となっております。任命しようとする井本浩一氏の経歴につきましては別点使用のとおりでありまして、人格高潔にして
実権豊かであり、また社会的信望も極めて厚く、本市教育委員会委員としてまさに適任者であるものと確信いたしております。何卒満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。条例議案に対する説明を終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お分かりいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと見ています。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに表決に入ります。お分かりいたします。料亭中の同意第7号は原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。なし。異議なしと見ています。よって同意第7号は原案のとおり同意されました。次は日程第4、同意第8号、辰野市監査委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。これより条例議案に対する説明を求めます。市長。ただいま議題となりました同意第8号、辰野市監査委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。本件は、必見を要するものとして選任されております、今井新委員の任期が来たる11月16日をもって満了いたしますので、新たに岸田伸幸氏を本市監査委員として選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。ご交渉のとおり、監査委員は地方自治法の定めるところにより、市の財務に関する事務の出向及び、経営に係る事業の管理等を監査することをその職務とするものでございます。また、同法及び市条例の定めるところにより、その定数は2名であり、うち1名は財務管理、事業の経営管理その他、行政運営に関し優れた執権を有する者のうちから議会の同意を得て選任することになっております。その任期は4年でございます。選任しようとする岸田伸幸氏の経歴につきましては、別点資料の当時ありまして、人格高潔にして豊かな経験を有し、本市監査委員としてまさに適任者であるものと確信いたしております。何卒満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。条例議案に対する説明は終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お分かりいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと見ています。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して、直ちに表決に入ります。お分かりいたします。上程中の同意第8号は原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。異議なしと見ています。よって同意第8号は原案のとおり同意されました。次は日程第5、同意第9号、医療公平委員会委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。
これより条例議案に対する説明を求めます。議長。ただいま議題となりました同意第9号遺留公平委員会委員選任の同意を求めることにつきまして提案の理由およびその内容をご説明申し上げます。本件は本市と伊防郡太子町および関係事務組合で共同接種しております遺留公平委員会委員3人のうち本市選出の山村茂人委員の任期が来たる11月17日をもって満了いたしますので新たに山口昇氏を同委員会委員として選任したく地方公務員法第9条の2および遺留公平委員会設置規約第4条の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。ご交渉のとおり同委員会委員は辰野市から2名伊防郡太子町から1名選出することになっており関係市長が定めた候補者を本市議会の同意を得て選任することになっております。地方公務員法第8条第2項に定められた公平委員会の事務は職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、必要な措置を取ることと、および職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する採決または決定をすることなどでありまして、その任期は4年でございます。選任しようとする山口昇氏の経歴につきましては、別点資料のとおりでありまして、公平無視で人格、執権ともに優れ、公平委員会委員としてまさに適任者であるものと確認いたしております。何とぞ満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。条例議案に対する説明は終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お別れいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに表決に入ります。お別れいたします。条例中の同意第9号は原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第9号は原案のとおり同意されました。次は日程第6、同意第10号、辰野市農業委員会委員任命の同意を求めることについてを議題といたします。これより料亭議案に対する説明を求めます。市長。ただいま議題となりました同意第10号辰野市農業委員会委員選任の同意を求めることにつきまして提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。本件は本市農業委員会委員の任期が来たる12月19日をもって満了いたしますので新たに19名の候補者を任命いたします。農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。ご交渉のとおり平成28年4月農業委員会等に関する法律が改正され農業委員会が農地利用の適正化を推進するため担い手の集積集約化耕作放棄地の発生防止解消新規参入を積極的に推進し地域に密着した活動が行えるよう委員の選出方法がこれまでの選挙制と市長の選任制の併用から議会の同意を得ての任用制へ移行されその委員の任期は3年でございます。また委員の任命にあたりましては
同法第8条第5項の規定および同法施行規則第2条第1項の規定により、認定農業者等の人数が委員の定数の8倍以上いる場合は、委員のうち認定農業者を過半数占めなければならないと規定されておりますが、本審においては定数19に対して認定農業者等が95名であったため、特別措置として同施行規則第2条第2項の規定により定数の4分の1以上である7名の認定農業者等を含む19名を任命するものでございます。任命承諾する19名の経歴につきましては別点資料の通りでありまして、農業に対する熱意、執権を要し、また自治会からの推薦者でもありますので、本市農業委員会委員としてまさに適任者であるものと確信しております。何とぞ満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。以上。一番楠木昭郎議員。どうも、新書おめでとうございます。まず先に言っております。で、まあ、今回、各議員のところに元議員さんがね、これ農業委員をするということで、これ反対しましょうというような、これ無記名の投稿、無記名でもこれ揖保川町高知地区百姓有志一同ということになっていまして、個人名はこれ載ってないんですね。こういう、まあ、失礼な、まあ、投書が入っている中で、普通の議員であればこういうのは取り上げないんですけども、とりあえずこれ、まあ、こういったことがね本当にあるのかないのかということを、まあ、しながらちょっとお聞きしたいんですけども、要するにこの方はこの高知地区でですね、やはり推薦されて上がってきているという取り方を私らはするんですけども、この文章に関しては自分ちょっと理解できないようなことが書いてありますのでね、その点は問題なく正式な通常の各その地域からの推薦によって挙げられてきて、今回この審議会の議案として挙げられたのかということが1点と、一問一答やからね、こんなもこれで後向いています。農業委員会事務局長。1番楠木昭弘議員の質問にお答えさせていただきます。農業委員会等に関する法律で第9条に、市長は、関係団体に推薦を求めなければならないと規定されております。そういう関係がありまして、農業委員会事務局におきまして各、地区の、連合自治会長会の方に説明に行かせていただきまして、推薦依頼をさせていただいたところでございます。今お尋ねのところの、高知地区なんですけども、まあ、そういう高知地区の、今回農業委員になられる方が高知地区の連合自治会の代表の会長でございます。まあ、そういう関係もありますので、そういう場合は副会長から推薦してほしいということで、推薦書も副会長の名前で出ております。で、さらに、他の、自治会長さんの方にも電話で確認させていただいたところ、総意を持って推薦するとしたということを確認させております。以上でございます。はい、今楠木昭弘議員。ということは、今回推薦されましたように、この議員として自信を持ってね、推薦してもいいということでよろしいでしょうか。農業委員会事務局長。はい、自信持って推薦できると思います。会議長。楠木昭弘議員。もう一点はですね、農業をしたことがない方が農業委員を受けることに疑問を持つ住民の方がたくさんおられるという話の中で、なかなかそのなんで農業に関係ない人が農業員になれるんやということで、まあ、不信不安とかね、そういったことを、まあ、思っている人は先ほども言いましたけど多いという中でね、なぜその農業に従事してない方が農業員として入れるのかと
いうことを分かりやすく、一般の住民の方に分かりやすくちょっと説明をお願いできますか。農業委員会事務局長。農業委員会事務局長。農業に携わってない方が、農業員になっているということなんですけども、まあ、これにつきましても、農業委員会等に関する法律で、第8条第6項によりまして、中立な立場で客観的な判断をして意見を言える、言っていただける方ということで、また農業に利害関係のない方を1名以上入れなければならないという規定がございまして、その関係で、農業者じゃない方も入っておるところでございます。以上です。他に他にございませんか。他にご発言がないので質疑を終結いたします。この際お別れいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お分かりいたします。上程中の同意第10号は原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって同意第10号は原案のとおり同意されました。次は日程第7同意第11号辰野市固定資産評価審査委員1000人の同意を求めることについてを議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。主張。ただいま議題となりました同意第11号辰野市固定資産評価審査委員会委員1000人の同意を求めることにつきまして提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。本件は本市固定資産評価審査委員会委員3名の任期が来たる11月17日をもって満了いたしますので、そのうち三木正志委員につきましては引き続き黒田貴則委員西口徹委員の後任につきましては新たに大西洋一堀次雄氏を固定資産評価審査委員会委員として選任したく、地方自治法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。ご交渉のとおり固定資産評価審査委員会委員は固定資産課課税台帳に登録された事項について納税者の中から不服審査の申し出があった場合、その申し出内容を審査決定するものでありまして、その任期は3年となっております。選任しようとする3名の経歴につきましては別点資料のとおりでありまして、人格執権ともに優れ本市固定資産評価審査委員会委員としてまさに適任者であるものと確信いたしております。何卒満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お別れいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お別れいたします。上程中の同意第11号は原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって同意第11号は原案のとおり同意されました。
次は日程第8、辰野市選挙管理委員及び補充委員の選挙を行います。お別れいたします。選挙の方法につきましては、あらかじめご協議を願ったことでもあり、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦とすることにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦とすることに決しました。次にお別れいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において指名いたします。はじめに、辰野市選挙管理委員に、辰野市一室愛町小犬丸693番地、石田勝弘氏、辰野市揖保川町野田338番地の医師、奈木健一郎氏、辰野市三丁岩見1324番地の2、小西俊明氏、辰野市揖保川町少女461番地、丸尾初彦氏の4名を指名いたします。お別れいたします。ただいま議長において指名いたしました4名をもって、当選人と定めることに決してご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました、石田勝弘氏、奈木健一郎氏、小西俊郎氏、丸尾初彦氏が辰野市選挙管理委員に当選されました。次に、辰野市選挙管理委員補充委員に第一順位として、辰野市三丁釜屋355番地の5、伊藤孝之氏、第二順位として、辰野市辰野町大道129番地の1、前田俊之氏、第三順位として、辰野市新宮町新宮123番地の1、福井弘義氏、第4順位として、辰野市明和町市場538番地、竹本和秀氏の4名を指名いたします。お分かりいたします。ただいま議長において指名いたしました4名をもって、当選人と定めることに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました伊藤孝之氏、前田俊之氏、福井博義氏、竹本和秀氏の4名が、辰野市選挙管理委員補充委員に当選されました。なお、ただいま当選されました辰野市選挙管理委員及び補充委員の任期は、平成29年11月17日から、平成33年11月16日までとなっておりますことをご報告いたします。このままの状態で暫時休憩いたします。ここでただいま選挙管理委員に当選されました4名の皆様をご紹介申し上げます。向かって右から石田勝弘氏であります。奈木健一郎氏であります。小西俊郎氏であります。丸尾初彦氏であります。以上で当選されました選挙管理委員のご紹介を終了いたします。委員の皆様におかれましては、公正な選挙執行にご尽力賜りますようご期待申し上げます。本日はありがとうございました。休憩前に引き続き会議を再開します。次は日程第9、委員会の閉会中の継続審査等についてを議題といたします。
お手元に配布いたしておりますの申し出書のとおり、議会運営委員長及び各常任委員長から委員会条例第40条の規定により、閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。お分かりいたします。議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。以上で今期臨時会に付議されました議案及び議会の選挙はすべて受領いたしました。これをもって平成29年第5回辰野市議会臨時会を閉会いたします。閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。今期臨時会におきましては本日一日の会議でありましたが、議員閣議には重要な人事案件をはじめ、選挙管理委員及び補充委員の選挙につきまして、終始熱心かつ慎重にご審議を賜り、また議事運営につきましても、格別の ご協力により、ここに閉会の運びとなりましたこと、心より深く感謝を申し上げる次第であります。なお、市長をはじめ、理事者閣議におかれましては、さらなる本市発展のため、一層ご精霊されますことを希望いたしますとともに、今後とも本会議や委員会を通して、議員から出される意見、要望書等については、市政運営に十分反映していただきますようお願い申し上げます。さて、冬の到来も迫り、日増しに寒さが身にしみる時期となりますが、議員閣議におかれましては、健康には十分ご留意いただき、本市発展のため、議会活動に一層のご尽力を賜りますよう、お願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。市長。平成29年第5回辰野市議会臨時会が閉会されるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。今期市議会臨時会にご提案申し上げました案件につきまして、議員の皆さんにはいずれも原因のとおり、ご賛同を賜りましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。さて、冒頭、市長としての市政運営の一端を申し上げたとところでございますが、市政運営にあたりましては、職員が一丸となり、市民の幸せ実現に向けて、粉骨砕身、全身全霊をもって努めてまいる所存でございますので、何卒議員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。終わりに臨み、議員の皆様のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。本日は皆様お疲れ様でした。